所創設者京都産業大学学児顧問カーンはニュージャージン州でユダヤ系の一家に生まれ、10歳で両親の離婚によって、兄弟と共にカリフォルニア州に移住した。カリフォルニア大学ロサンゼルス校に入学し、物理学を専攻した。第二次世界大戦中はビルマ戦線で通信兵として従軍し、 中性子爆弾の開発者となったサミュエル・ティー公園の引きで1947年にランド研究所に入所。カリフォルニア工科大学で修士号を取得し、冷戦下における戦略分析に従事した。カーンは1959年にプリンストン大学に出向し、ランドに戻ると熱核戦争論を上司する。 各戦争下の民間防衛について論じたカーンのこの本は死の灰の影響を低く評価して限定核戦争を肯定するなど多くの批判にさらされた。しかしバートランド・ラッセルが核兵器による平和の達成を不可能だと論証したと評価するなど平和主義的立場から評価されたりもしている。メガデスやドゥームズデーデバイスの概念でも知られていた。その後、 カーンは関心を未来学に移すと、1961年にランドから独立してハドソン研究所を創設し、所長となった。カーンは1970年には超大国日本の挑戦を表し、21世紀は日本の世紀と断言した。2000年頃に日本の国民一人当たりの所得がアメリカと並んで、世界一のレベルに達する、軍事的にはアメリカの 経済的には中華人民共和国の影響下に置かれるなどと予想した。カーンは1983年7月7日、ハイキング中に心臓麻痺で倒れ、そのまま帰らぬ人となった。61歳没。カーンの死後、研究所が保守的な立場からアメリカの国家安全保障に貢献した創造的でビジョンを持った指導者に送る。 ハーマンカーン賞にその名を残した。ありがとうございます。